モッサは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、コリツヤ県にある、人口約1500人の基礎自治体。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。コリツヤ県北部に位置するコムーネである。モッサの町は、県とコリツヤの西約 6km、モンファルコーネの北約 14km、ウーディネの南東約 28km、 州都トリエステの北西約3 7トルに位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。本村はコムーネ南部に位置し、国道56号線や鉄道が東西を貫いている。東にはルチニコ、西にはサンロレンツオ・イゾンティーノの集落に隣接している。コムーネの領域の南部には平野が広がり、北部は丘陵地帯となっている。 コムーネの名は、コケナス平原、緑の平原を意味する、ロンバルド・ゴノムズ英雄もしくはモッサウが由来と考えられている。この地には、戦史時代から、人々が暮らしていたと考えられている。文書に最初に現れるのは、中世のアクイレア総大司教領時代である。広域行政組織である、山岳部共同体、トッテナティゾーネコリオ山岳部共同体を構成する。 コムーネの一つである。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は、人口統計上、家屋密度の高いチェントロを浴びたと、密度の低いニュークリを浴びたと、まとまった、居住地区を形成していない、ケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が、 すべて大文字で示されているものが、ケントロ・アビタトである。印が付されているのは、コムーネの役場、役所ラカーサ・コムノリーの置かれている地区である。ありがとうございます。